こんにちは。ブラジル在住フルート津軽笛奏者のひろみです。ひろみ .com ブラジルでは、普段音楽と背景風景をテーマにした、ものを配信しているんですが、私は、日本の文化をテーマに、イベントを開催することがあります。しかし今のこの状況でイベントを開催することはとても難しいことなので、こうして、動画で南米ブラジルから世界へ発信することを考え動画を作りました。今回のテーマはですね、着物、着物について、少し、説明させていただきます。長い歴史の中で変化しながら受け継がれてきた着物は、日本が誇れる伝統文化の一つ。日本人ならではの内面の強さやしなやかさ、奥ゆかしさを引き立ててくれるのはまさに着物ならではです。七五三に成人式、結婚式などの行事、儀式、茶道、華道、日本舞踊などのお稽古ごと、剣道、弓道、合気道など日本古来の武道にも着物は欠かせないものです。私は日本人なので、お着物での出演をお願いされることもあります。こちらは今年のお正月、元旦にホテルで演奏した時の写真です。男性のお着物姿も素敵です。手前のお着物姿の男性ですが、この方は非日系人初のブラジル生け花協会の会長でした、エリソン・トンプソン・デリマ・ジュニオールさんです。彼が生けたお花は凛とした中に優しさがあふれています。素晴らしいですね。現在日本では着物を正式な着方をしている人、帽子、ブーツを合わせておしゃれに着こなしている人、さまざまな着物ファッションが生まれています。格式が高いと思われる着物ですが、着方次第では身近に感じることができるのも日本の着物です。お着物の着付けは慣れている方はパパッとできてしまうんですが、私は慣れていないので、日本をイメージしたドレスを選んで演奏するようにしています。このお洋服もそうですね。これは、エトロなんですが、春と桜をイメージさせるドレスで、一目惚れして購入しました。他にもこのように着物をイメージさせるドレスを自分でカスタマイズして着たりしています。このように日本着物をイメージしたドレス、衣装はいくらあってもいいので、皆さんデザイナーさんでこういう方がいるよというのがありましたら、コメント欄でお知らせいただけたら嬉しいです。さて、着物デザイナーといえばですね、今私が注目している日本人女性を一人紹介したいと思います。香港在住、ジュエリー、着物ドレスデザイナーとして活躍している鶴田直子さんです。
素敵な着物ドレスがたくさんありましたね。最後となりますが、ジャンルは違えど海外で活躍する日本人の方々、心から応援していきたいと思います。日本の伝統文化着物、いかがでしたでしょうか。ご興味を持っていただけたら嬉しいです。それではまた。